これが夢の中の世界っていうことでしょうか。下に行ってみましょうかね、とりあえずは。まあ下しか行けるところないみたいですし、なんか変なのいますね。なんだこれ。やっぱりなんか BGM かなんかなんですかね。すごいゾクゾクっと来るのが続いてるというか。ああ逃げちゃった。なんか光ってるんで増えたんでしょうか。マルルターさんでしたか。あの月帯の娘、夢ある君にまで行ってくれた。きっと鍵を見つけてくれるだろう。落としたのは穏やかな池のほとりだったか。池のほとり、まあ池、ああな、ここにも道ありますね。どっちか、まあどっちでも行っちゃいいか。これはウサギですかね。あ、逃げちゃった。まあじゃあ下行きますか。お、立派な鹿がいますね。ここにいる動物はちゃんと触れないみたいですね。すぐ逃げちゃうんで。で、またキノコをゲットと。キノコでいいんですかね。やめはしないんで。まあ、何なんですかね、これ本当に。鍵になるんじゃねえかってちょっと思ってるんですけれど。よくわかんないですね。使い道とかあるんでしょうか。まあ、とりあえずなんかアイテムっぽいんで。持っといて損はないでしょうけれども。また何なんでしょうね。なんか中に人が入ってそうな。熊か、これ。獣というか。あ、ここにもキノコあったんで取っておきましょうか。キノコなんかでもカロリーメイトの棒ついたカロリーメイトみたいな感じですよね、見た感じは。使い道あるのかな。あ、またありますね。キノコ取りに行きましょうか。あれ取れてない。あー、いっぱいなのか。1個ぐらい使ってみましょうかね。え、どういうこと？ホタルが見えるようになる。ホタルなのか、何なんでしょうか。なんかありますね。あー、でもやっぱドット絵でできてるとはちょっと思えないほど綺麗ですね、これ。まあとりあえず鍵ですか。そうですね、池のほとりってことだったんで、これで帰れるんですかね。あや、やべ、なんか出てた。なんかあったんで、ちょっと戻、まだあるかな。これオープニングの石じゃねえや、椅子ですよね。ああ、これで戻れるんですか。なるほど。まあそうですよね、目的が達成したわけなんで。ああ、で、レコードを裏返すと。私が夢を歩いて鍵を見つけた、来たと知ると、マルタさんはほっと安心したようだった。マルタさんは、どうしてあなたはそんなに賢いのだ？果たすべき使命とは？と質問してきた。私はマルタさんに、
我らが大草原を支配してきた歩みや月帯戦士の勇猛さについて語った。そして私がこんな山地にたどり着いたのも全知全能の神の矢印に導かれてきたからなのだと教えた。それから絶世の大将の解読できない印の意味について私が推測している内容も伝えた。さらに私はさらに森の精を召喚すれば嵐を止められるはずと根拠もなく直感的に言った。それ娘さんが言ってたやつじゃあ。そして私はひそひそ声でこの宇宙の姿を象徴する存在である黄金のトライゴンを探し出し従えるつもりなのだと明かした。この頃になるとマルタさんはまるっきり私の話を聞いていなかった。まあそらそうでしょう。すっげえスピリチュアルというかうさんくせえなと思いますよ、こんなの聞いたら。とにかく見つけてきた鍵を変えて古道を進むことにした。古道を進む、でも3体まあとりあえず古道ですか、3体召喚したのになと思ったんですけれどもね。あの人の果たすべき使命についていろいろ聞いてみたんだ。あの人、月帯が治めた大草原のこととか神の矢印がどうとか話していた。あの人がさっき話したすげえ冒険話、途中でうなずくのが礼儀だったんだろうな。うたたねしまってた。あの手の話は本当苦手でよ。あの月帯の娘が嵐を止めてくれるって言うなら鍵は預けておいても全然問題ねえ。なんか一気に好感度上がってません？いやまあ別にそれは嬉しいというかありがたいはありがたいんですけれども、まあ古道ですよね。とりあえず、ああ今度も犬はついてきてくれるみたいですね。マルタさんも見習ってくださいよ。ああ乙女ちゃんでしたっけ、もう話せるのかな。あ、でも犬が早くこっち来いって言ってますね。道端に乙女ちゃんがいた。雨でずぶ濡れだ濡れだ。どうやら石壁の向こう民義島に続く古道の方で小玉の泡が聞こえたらしい。森の精がいるのだろうか。乙女ちゃんは川の溶潭にそびえ立つ巨木の幹について何か言っていた。乙女ちゃんは避難の崖にかかるぼんやりとした虹について何か言っていた。そして急に怯えた様子で迷ったり分からなくなったらとにかく絶世の大将を頼りにしてと言った。木と虹ですか。乙女ちゃん、普通に部屋に戻ってやいいのになって思いますけどね。これえ、犬帰っちゃうの？寂しいな、それは。あ、あの獣、ここで戦うんですかね。結構迫ってきてますね。でも今回はというかもうだいぶ戦いも慣れてきたというかタイミングに合わせて攻撃するっていうのが分かってるんで、そんなに怖くないっすね。戦え、抜刀。はいや、はいや。これでまた逃げるんですかね、今回。なんというか、引き際がはっきりしているような獣ですね。あれ何なんでしょうかね。イノシシ？犬？狼？何でしょうか。巨木の幹っつったらこれですかね。でも溶炭、ああ上ですね。溶炭って言ったらこれですよね。で、ああなんか光ってるね。見てみましょうか。
乙女ちゃんが森の精をあと1匹か2匹空に返せばこのひどい嵐も止められる。その後は奇跡の時間が訪れるわ。まああとこことあの崖のところで森の精を返せって言ってるわけですよね。ああここに泡ありますね。ここでまたあの歌を歌うというか妖精探してればいいわけですね。今日もあ、なるほど。ソーサリーのタップしたままドロップ。ああはいはいはい。巨木ってことは、ああでもそうかこれこうか。え、まだ奥、ああとか。え、巨木ってまだあるの？巨木、あ、それ触れそうなところは触っておけみたいな話でしょうか。オーラを触ったままドラッキー。じゃあこれで最後かな。ああ最後っぽいですね。よかったよかった。巨木っててっきり4本だけかと思ったんですけれど、普通に全部触れる気触れみたいな話だったんですね。であと1匹ですかね。丸太橋のかかる川と8本の巨木がそびえる場所で森の精を目覚めさせた。あ、確かに、まあ、でかいっちゃでかいか。ちょっと立体感というか大きさが分かりづらかったんで。というか巨木って言って縦の方なんですね。横に太い方かと思ってたんですけど、あの月帯の娘森ちゃんと森の精のあれをやってくれるといいけど、この嵐相当応えるな。ゲームでもあればとか思っちゃうよ。この世界ゲームとかあるんですね。なんか予想以上に発展してるというか。あんまりなんか世界観がつかみづらいというか、いつの時代はあんまり気にしない方がいいんですか。月帯もなんか月帯ってどこの地方のことなんでしょうか。ああ、はい、最後まで進んでくださいね。ここはなさそうですよね。泡というか小玉じゃねえや、あの妖精がいる証もいないみたいですし、進んでもらいましょうか。で次の崖は虹でしたっけ。虹をどうすりゃいいんでしょうかね。あ、キノコ発見。でも持ち物いっぱいなんですよね。多分また来るだろうからちょっと今回は残しておきましょうか。妖精の証というか、あ、ここか。泡でしたっけ。あ、はい。で集中というか虹。これが虹か。虹をなんだ、どうしたらいいんだ。あ、なんか濃くなってってますね。なぞればいいんかな。おお、なんだ。あー、なるほど。こすってあのチャイムが鳴り響あ響くまでか、響くまでこれこすり続ければいいって話ですね。なるほど。あれ、こっち全然難しいな。あーでも見えてきたかな。
こっち難しいですね。全然色が変わってくれないというか。トンして立ち止まる。他に虹もないですもんね。やっぱここ、お？なんか一気に変わった。なんで？なんで？あ、出てきた。条件は何だったんですかね。ま、とりあえずこれで OK かな。避難の崖の近く、忌まわしき虹が2本かかる場所で森の精を目覚めさせた。そうなんですよね、この人にとって、スキタイの人たちにとって虹って忌まわしいものらしいですね。なんか自分たちはというか、日本人的には結構ありがたいものというか、そんな気があるんで、結構意外ですね、そういう話は。ちょっとビビってきたぞ。何か起きてるな。嵐が去るのか。俺は勇気を振り絞りたいときは暖炉のそばに座ってブーツを温めるって決めてるんだ。あの月帯の娘が来てから何もかもおかしくなっちゃった。この嵐本当にきついな。気持ちが随分落ち込んできちゃった。雨が弱まって空も明るくなってきた。もしかして奇跡のとき？そうだといいな。私奇跡大好き。え、何これ？草原の羊が怖がってきちゃったの？あっちで何か？まさか黄金のトライゴン？なるほど、こっから羊のいるところまで戻るってことですか。遠いな。まあ、戻りますか。ああ、羊がこっちに来てますね。とりあえず、乙女ちゃんに話しかけてみましょうか。乙女ちゃんに小屋の周りにいる邪魔っ気な羊たちのことを聞いてみた。少し前に怯えて集まってきたのだそうだ。邪魔っ気って。お世話になっておきながらなんて言うさ。乙女ちゃんに森の精を5匹空に返したことを伝えると、彼女は奇跡の時が来たかもしれないと言った。どうも羊たちが元いた場所を調べてみた方が良さそうだ。なるほど、左に行けということですね。羊って喋れるのかな。あ、喋れるわ。またしても羊の道ということのない景色。私はなんで羊を眺め続けているのだろう。知らないよ。それなんか増えたかな？あ、増えてないですね。素直に行きましょうか。おお、なんか今まで集めた5匹の妖精たちが集まって本当に空に帰ったってことでしょうか。ここ最初の場所は何もないんですかね。え、どうすんの。なんか明るくなってますけど、これ太陽ですもんね。あ、
なんか新しいのが。なんだろう。お、進行役の人。アーキタイプですね。太陽が正しい位置に定まるとき、あなたは奇跡の能力を手にするのですよ。この感覚、あなたも感じてますか？そうです、奇跡の時間です。さあ、ソーサリーの歌を歌い、イカれる鳥を注目してみてください。イカれる鳥って、これでしたっけ？まあ、つか他にないですもんね。こっからでいっかな。草原を監視するかのように変な形の棒が立っていた。あれ？他にあるかな？これとか、イカれる鳥？あ、でもなんか出てますね。イカれる鳥ってこれかな？まあ、とりあえず歌を歌えって言っているんで、歌いましょうか。穴のあるところ探せって話ではなさそうですね。これを、あ、なるほど。え、どうすんの。あー、そう、集める、最初集めてましたもんね。集めるんかな。あれ、そういうわけでなさそう。どうすんだ。お、なんか動きましたね、さっき。あれ、左右の順かで、おーおーおーおお、面白い。なるほど。これでトライゴンが、おお、来たわけですね。おお、なんかすごいですね。んー、なんかまあ湖が完全ヤバい色になってますけど。おーっと、で、進行役の人。草原は今奇跡の時を迎えています。顔を上げ、不可能を可能にするのです。そうすれば黄金のトライゴンが現れるでしょう。うん、知ってる。取れるんですかね。まあ取れるでしょう。え、戦う、戦うの、なんで戦うというか、どうやって。後ろとこね。タイミングでも完全離れてますね。どうすんだ。え、どうすればいいの、マジで。ああ、ビームとか打ってくる感じですかね。でも木の盾で防げんの、ダメじゃね。え、ダメか、じゃあ剣かな。あー、なるほど、打ち返すって感じが。タイミングに合わせて打ち返すんですね。なるほど、結構ギリギリのところで打ち返すみたいですね。あー、なるほど、よかったよかった。早くね。なかなかボタンを押すタイミングがしびれてある。一回やられた後の時短装填のというか、時短発射がタイミングが短い短い。よしよしよし。体力とか回復もできないんですかね。これいつまでやるの。
直す盾をクリックすれば避けてくれるんですか。いや、ビューフがエグいって一発食らったら死ぬでしょ、あんなもん。本気出してきたって感じです、ですかね、これは。なんか、ゲーム変わってね。どうすんの、剣かな、ビームかな。わかんねえよ。よし、もうちょっと持ちた。どうだ。あ、まだ。お。マジやるとエグいんですけど、この人。あ、終わったかな。これで終了ですかね。お、ゲットできるっぽいですね。なんか、なんであんな影、そんな残像が残る感じに。おー、いいですね。いや、この BGM 好きですね。キノコが。最後の手に私めっちゃすごい。なるほど、なるほど、これを集めていくってゲームなんですかね。ブラボー、宇宙の姿を象徴する存在、黄金のトライゴンをついに従えましたね。嵐も去り、再び眩しい太陽の光が差しています。奇跡的な事態ですね。いい意味でやばいです。異形と呼ぶにふさわしいことです。それもこれもあなたの洞察欲と直感欲、そして忍耐欲の賜物、これ以上ない成果です。注意、以降のスキムス実験においても戦術にある1から3の資質が試され、評価される機会があることをあらかじめご了承ください。ともあれ、また休憩としましょうか。もちろん私はいつでもここにいますよ。なるほど、これでセクションにも終わりということでしょうか。これで一気に 24%、 もう半分近くも進んだんですね。なんか本当にさっきのでようやく本格的なチュートリアルが終わったみたいな感じになってましたけど、でもそれでもう半分終わっちゃったんですね。まあでも確かにそんなに容量的には物語的な展開は少ないんですかね。値段的なこと考えちゃうとあれですけれども、まあ何せよ今回はここで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。